本日は曲線曲面論微分幾何で習うめっちゃ大事な定理、ガウスの脅威の定理というもの、これを証明していきたいと思います。ガウスの脅威の定理はもう学部、数学科の学部で習う大定理の中の一つですよね。まあ、定理の主張を簡単に言うと、ガウス曲率っていうもの、これが第二基本量によらないっていうことなんですけど、この辺から内在的な幾何っていうものが示唆されて、そこから多様体論まで繋がっていきますからね。だからもう本当に大定理ですね。もう個人的には一番、もう学部レベルの数学では一番好きな定理がこれですね、個人的には。と、まあ、そんなガウスの脅威の定理っていう大定理なんですけど、まあ、もう前提知識がたくさんありますよね。結構曲線曲面論の中盤以降で習うようなものだと思うので、結構前提知識がたくさんいるとは思うんですけど、まあ、最初ら辺からやっていくと、まず曲面の定義ですね。曲面っていうのは写像として定義するんでした。例えば半径1の9を表す方程式の一つに x2+y2+z2=1 っていうものがありますよね。はい、でこういう9を表すような曲面っていうのはパラメーターで表すとこういう風になりますね。まあ今画面に出てると思いますけど、 u と v っていうのがある領域を動くパラメーターで、でそれごとに xyz っていうものが決まって球面が構成されますよね。つまり曲面っていうものを写像として定義して図形を計算できるようにしてきたわけです。もう前回からずっとなんですけどね。で次に第一基本量というものと第二基本量というものがありました。まあもうこれ基本っていう風についてるので、かなりもうベーシックなもの、ファンダメンタルなものって感じなんですけど、はい、でこれもちょっと噛み砕くと、第一基本量っていうのはその曲面のその接空間の内積みたいなもの、それを司っているものって感じで、第二基本量っていうのはその接空間からその垂直方向、そこの曲がり方みたいなものを司っているって感じですね。まあ、ちょっと雑に言い過ぎてるかもしれないですけど、まあ、もうちょっとちゃんとまとめると、第一基本量っていうのは例えば PUV イコール XUV そして YUV それから ZUV っていう風に、まあ、そういう風に局面があった時に、でそれをですね U と V で偏微分します。 PUV を U で偏微分したものを PU っていう風に書いて、で V で偏微分したものを PV っていう風に書くんですけど、でそういう風に得られた PU と PV っていうこの2つのベクトル、これをそれぞれ内積を取っていくんですね。それで E イコール PU と PU の内積、そして F イコール PU と PV の内積、そして G イコール PV と PV の内積みたいな感じで置いておきます。でそうするとこれで EFG っていう3つの量が手に入ったわけなんですけど、これがもう全部第一基本量っていう風に呼ばれてるものですね。いやだからまあその定義は結構あっさりしてるんですよね。で大事なリマークだと思うんですけど、これらの量っていうのは内在的なものなんですよね。外側の世界は使ってないんですよ。外側の世界は使わずに定義できてるって感じです。 U 方向の微分と V 方向の微分っていうこの2つのベクトルしか使ってないんで、もうそれだけで完結してるんですよね。3次元の話ですけど、2次元のベクトルしか使ってないんで、ということで第一基本量っていうのは接空間の情報だけで決まる内在的な量って感じです。外側の世界は使わないって感じですね。はい、そして次に第二基本量なんですけど、これはまあさっきも言いましたけど、接空間から垂直の方向、そっちの方向の曲がり方を司っているものっていう感じでしたよね。つまりさっきの U 方向への接ベクトル PU と V 方向への接ベクトル PV、 これが張る空間から垂直方向のベクトル、これを一つ取ってきて、でそれを N っていう風にしておきます。でさっきみたいに内積をこう取っていくんですね。まあ細かいところは後のスライドで、ちゃんとまとめるとしてですね、L イコールマイナス PU と NU の内積、そして M イコールマイナス PU と NV の内積、そして N イコールマイナス PV と NV の内積っていう風に置いて、でこれらを第二基本量っていう風に言うんでした。まあこれだけ見てもね、垂直方向の曲がり方を司ってる感じっていうのはなかなか分かりづらいかもしれないですけど、まあこれでですね、その垂直方向の曲がり方、方向の曲がり方っていうものがちゃんと定義できる感じ、そのなんか司ってる感じになるって感じですね。でこれらの第二基本量っていうのは方方向っていう3つ目のベクトルを取ってきましたので、でそれを使って定義しているので、これは外側の世界を使ってるっていう感じですね。まあ考えてみればですよ、その曲面がどういう風に曲がってるかどうかっていうのは、それは外から見て僕らはそのチェックしてるじゃないですか。だからその曲がり方みたいなものを司っているものっていうのは、それは外側の世界のベクトルを使ってそれで定義してるのは、まあなんとなく当たり前なんですよね、それは。でここまでで第一基本量と第二基本量っていうものを定義してまとめ、まあ軽くまとめて、でその次にですね、ガウス曲率っていうものがありましたよね。まあこれは前回の動画でやりましたね。前回の微分幾何の動画でやりました。まあ、これ結構ね、ガウス曲率か平均曲率の導出って結構手間がかかるので、多分1時間超えるぐらいの動画にはなったんですけど、ガウス曲率の定義は、まあ、前回、まあ、何やかんやありまして、うよ曲折あって、K イコール EG-F の2乗分の LN-M の2乗っていう風な感じになりました。で、この K っていうのがガウス曲率です。ガウス曲率の、まあ、すっごい雑な感覚としては、その曲面の一点を見たときに、その一点の周りを見て、一番曲がってるところと一番曲がってないところの積みたいな感じなんですよね。まあ、その感覚の通りですね、その一点のところの曲がり方みたいなところが定義できるんですよ。で、まあそんなある種の曲がり方みたいなものを司っているようなガウス曲率なんですけど、まあそれはもう普通ね、外から見ないでわかんないじゃないですか。もう さっきも言いましたけどね、その曲がり方みたいなものっていうのは外から見ないでわかんないですよね。実際にさっきのガウス曲率の定義の式見てください。K イコール EG-F の2乗
分の ln-m の2乗っていう風になってますよね。これ分子よく見ると、分子っていうのは第二基本量使われてるじゃないですか。第二基本量ってね、さっきも言いましたけど、外のベクトルを使って定義されてるものなので、ガウス曲率っていうそのある種の曲がり方みたいなものを記述するときには、第二基本量を使って定義してるっていうのはそれは自然のことなんですよね。はい。で、ここまで準備して、そのガウスの脅威の定理っていうもののステートメントを理解して、でその凄さ、何が脅威なのかっていうのをやっと理解することができるんですけど、ガウスの脅威の定理っていうのは何かというと、ガウス曲率は第二基本量に全く依存しないっていうことなんですね。これはえってなりませんか？これさっきも言った通り、普通に考えたらおかしいんですよ。もう今日何回も言ってますけど、ガウス曲率っていうある種の曲がり方みたいなものを支配してるものって、それは外から見ないとそれは分かるわけないと思いません？だって曲面が曲がってるから、これも何回も言ってますけどね、曲面が曲がどう曲がってるのかっていうのは外から見て分かってるものじゃないですか。そういう情報ですよね。で、その感覚の通り、ガウス曲率っていうのは実際に第二基本流っていう外の世界を使って定義してるわけだから、それは当たり前といえば当たり前な感じがするじゃないですか。でも実はそのガウス曲率、元々の定義で外側の世界を使っていたガウス曲率っていうもの、これいろいろ計算していくと、その第二基本量っていうところが全部キャンセルされて、その第一基本量とその微分だけで表せるっていうことになるんですよ。だから外の世界って必要なかったってことなんですね。だから脅威の定理っていう名前がついてるのは、もう本当にその名にふさわしいと思いません？もう脅威ってもう全然名前負けしてない感じがしますよね。実はそのガウス曲率っていうある種の曲がり方みたいなものを支配してるものっていうのは、外側の世界を使わずに記述することができるので、だからその内在的なもの、その中だけで何かその機関みたいなものを構築することができるっていうところで、そこから内在的な機関っていうものが発展していったって感じですね。まあ、だから、まあ、冒頭でも言いましたけど、多様体論にここから繋がっていくって感じですね。まあ、昔このチャンネルで僕らが多様体論を勉強する理由みたいな、なんかそんな感じの動画出したと思うんですけど、まあ、その辺をちょっと、まあ、その辺がちょっと整備されていったって感じですね。まあ、ちなみに前回の動画でガウス曲率とは別に平均曲率っていうものも導出したんですよね。まあ、これ簡単に言うと、その一番曲がってるところと一番曲がってないところの平均みたいなものなんですよね。簡単に言うと。で、この平均曲率っていうのは外側の世界を使わないとわからないものですね。だから何でもかんでもその内在的にできるって感じではないですね。ガウス曲率っていうのはその内在的なものですけど、平均曲率っていうのは第二基本量がいります。ガウスの脅威の定理の証明の中にですね、クリストフェルの記号とか、あとは接続記号とか、そのテンソル曲率とか、そういった感じの言葉が結構使われたりはしますね。普通はね、多分クリストフェルの記号とか聞いたことある人多いんじゃないですかね。多分この動画ってその微分幾何とか曲線曲面論とかをもう一回ちょっとやりたくて見てるっていう人も多分いると思うんですよね。まあいると思うんですけど、ああなんかその辺で挫折したわみたいな、なんかそういう人もいるんじゃないですかね。クリストフェルの記号とかもまあそんなに大したことないんですけどね、概念としてはね。なんかその曲面を持ってきて、でそれでその U 方向 V 方向で、それから方方向っていうその3つのそのベクトル、その3次元のその規定を取ってきて、でそれぞれを微分した時に元の規定でどういう風に書けるか、なんかそれをただ吟味してるだけなんですけど、まあちょっと記号負けするところも多いかもしれないですね。まあ構想で言ったんで分かりづらかったかもしれないですけど、まあ後々のスライドを見てくださいね。なんかそういう風になってるんでね。はい。まあということで、もう現代数学につながる大定理中の大定理であるガウスの脅威の定理ですね。まあ正直計算量はちょっと多いのかもしれないですけど、僕からしたら別に全然その計算量多いとはなんとあまり思わないんですけど、もしかしたら多いという風に思うかもしれないですね。もうガウス大先生ですらね、もう膨大で煩雑な計算やってますからね。だからもう頭の中だけで論理的にとかも絶対に無理ですね。むしろ、まあ個人的、これちょっと個人的かもしれないですけど、この程度の計算で大定理になるっていうのがすごいんですよ。もうこの程度の計算が結構もう複雑かもしれないですけど、大定理の割には結構もう本当に計算っていう感じだと思うんですよね、個人的には。はい。まあということで、わーわー言いましたし、まあこれ、今日もね、そこそこやることいっぱいありますし、多分動画も長くなってるんじゃないかな、わかんないですけど、とりあえずですね、ガウスの脅威の定理とか、まあクリストフェルの記号とか、その辺の、導出とかですね、解説動画を作りましたので、そちらもご覧ください。どうぞ。はい。ということで、スライドの方にやってきました。まずはですね、曲面編の定義。まあ、曲面の定義ですね。まあ、オープニングトークでも言ってると思うんですけど、ちょっと読んでいきたいと思います。D を R2 以内の領域とし、X、Y、Z を D 上で定義された関数というふうにします。で、PUV というふうに書いて、それをですね、XUV、YUV、ZUV というふうに書いて、これが以下の条件を満たしているときに P を曲面編というふうに言います。まあ、曲面ですね。単刀直入に言うと。はい。で、まずですね、X、Y、Z というこの2変数関数ですね。これが C2 級もしくは C3 級、まあ C3 級という風にしておきます。で、2番の条件、これはですね、U、この P を U で変微分したものと V で変微分したもの、これが一次独立っていうことですね。だからどの点でも接平面を引けるっていう条件になります。これが2番目ですね。はい。で、次にですね、第一基本量なんですけど、PUV、これを曲面という風にして、EFG、これをですね、それぞれこういう風に置きます。PU と PU の内積、で、PU と PV の内積、そして PV と PV の内積ですね。これらをそれぞれ EFG という風に置いて、これをですね、PUV という曲面の第一基本量という風に言います。
はい、この EFG っていうのは、定数っぽく見えていますけど、この各点ごとに決まるような関数ですね。はい。で、第一基本量っていうのは外側を使わずに定義しています。あ、で、言うの忘れてたんですけど、この下付き U とか下付き V っていう風に書いたら、この変数で変微分しているものという風に表します。この先もずっとそういう記号でやっていきます。はい。いいですかね。で、次にですね、PUV、これを局面という風にしたときに、PU と PV、これはですね、一次独立、局面の定義から一次独立で、局面上の、点、PUV 上の接平面っていうのは、この PU と PV で生成されるこの空間になりますよね。これ、PU と PV のこの線形結合全体を、まあ、こういう風に言います。ベクトル空間の記号ですね。こういう風に書いて、これが接平面ですよね。なんですけど、R3、今、3次元の中で考えていますので、この3次元の規定を作るにはもう一方向が必要ですよね。はい。で、そこでですね、この U と V の外積を取って、その大きさで割ってるところ、まあ、だからつまりこの N っていうこのベクトルは、1ですね。大きさは1にしておいて、そういう風に置いて、そういう風にすると、この PU と PV で生成されるこの接平面に対して垂直に立ってますよね、外積の定義から。はい。で、これで、PU っていうベクトルと PV というベクトルと N というベクトル、この3つで、R3 の規定が作れたということになります。大丈夫ですね。3次元で考えているんですけど、この3次元のこのベクトルはそれぞれ PU、PV、N っていうところで、規定が作れるって感じです。これが点ごとに取れるって感じですね。はい。で、これに対してですね、第二基本量というものを定義するんですけど、これはですね、L、M、N。それはそれぞれですね、まあ、どっちで定義してもいいんですけど、PU、これ、P っていうこの局面、これ2回で、2回、変微分したものですね。PUU と N の内積。そして、PUV と N の内積、そして PVV と、N の内積、それぞれ、L、M、N という風に置きます。まあ、で、これ、計算するとこれともうイコールになるんですけどね。はい。まあ、前回の動画でやったんですけど、こういう風に置いたもの、これらをですね、PUV という局面の第二基本量という風に言います。はい。いうですね。で、ここからが多分新しい話かな。ここまでが実は復習だったんですけど、次いきますね。PUV、これを局面という風にすると、PU と PV と N っていうもの、これは3次元の規定になってますね。さっき言った通り3次元の規定になってます。なので、PU と PV、これを微分したもの、これらですね。PUU、PUV、それから PVV って、まあ微分したという変微分ですね。それぞれ U と V で変微分したもの、PUU、PUV、PVV っていうもの、これらも、PU と PV と PN の線形和で書けてますよね。大丈夫ですかね。3次元で今考えていて、その3次元の中のその規定が PU、PV、PN っていう風になってるんですけど、じゃあそれらを微分してるものも、その同じ3次元空間の中に入ってるんで、それらを変微分したこいつらですね。この PUU とか PUV とか PVV。これらも元のこの、規定で、規定のこの線形和で書けるわけですよね。だからそれを線形和で書きます。線形和で書いたものをこういう風に、しておきます。PUU、PUV、PVV、これらをですね、元のその規定 PU、PV、N っていうものの線形和で書いたときにこういう風に置いておきます。このガンマの、UUU とか UUV とかこういう風に書いてますね。この PUU で、これですね、この PUU っていうものがこれ下にこれ対応してる感じですね。で、PU の、PU の、この U のところ、これに対応するのがこっちになってます。大丈夫ですかね。という風にして、手前の方は6個こういう風に置きます。で、N のところは、まあこういう風に L、M、N っていう風に置いておくんですけど、まあこういう風に、とりあえず線形和で書きます。まあここまでやってるのはこれ線形和で書いたってだけですね。で、この、手前のこの PU と PV のこの係数たちのこの6個の、ものですね。これらをクリストフェルの記号っていう風に言います。なんかクリストフェルの記号ってね、曲線曲面論とか、微分幾何とかで、なんかもうわからんくなったっていう人って結構多いと思うんですけど、もうやってることってこれだけです。定義としてはですね。もう一回復習すると、もうなんかしつこいかもしれないですけど、PU、PV、N っていうこの3次元のこの規定、それらをそれぞれ U と V で変微分したものを元の規定で書いた時のこの係数をただ拾い出してきてるっていうだけです。それを、この手前のこの6個の方を、クリストフェルの記号というふうに言います。はい。で、この L、M、N のこっちの方ですね。こっちの方っていうのは、なんか同じように置かなくて良いのかっていうふうに思うかもしれないですけど、この L、M、N っていうのはですね、実はですね、ちょっと、ちゃんと第二基本量で書けるんですね。はい。それがこの補題1なんですけど、これさっきの記号ですね。このクリストフェルの記号を使ってこういう風に置いたときですね。この、係数 L、小文字の L、M、N っていうのは実は L、M、N になるんですね。これ第二基本量です。はい。っていうのをちょっと確認していきたいと思います。
はい。まずですね、この PU と N、それから PV と N、これは直行してますよね。これ外積を取って、この N の定義から、これ、直行していますので、PU と N の内積は0。そして PV と N の内積、これ0ですね。で、N の大きさっていうのは1なので、N と N のこの自分自身で内積を取ると1になりますね。はい。で、第二基本量の定義から、PUU と N の、内積っていうのは L になる。これ定義ですね。もうシンプルにこれ定義です。そういうのを L というふうに置いたんだね。はい。なので、この、最初のこのクルストフェルの記号のこの式の第一式、これにですね、N で内積を取ってみます。これ N で内積取ってみると、ここ N 内積取ると0になりますよね。で、これも0になりますよね。なぜならこれ直行してるからです。直行してるから、ここを内積取ると0になって、0になって、で、これ N と N のこれ内積取ると1になりますよね。で、PUU と N の内積っていうのはこれ L になるので、これ L イコール0たす0たす L、小文字 L になりますよね。だから L イコール小文字 L っていう風になるので、これが、成り立つって感じです。で、同様に第2式、第3式、これですね。このクリストフェルの記号のこの第2式と第3式、これにそれぞれですね、N で内積を取ってあげると、これ同じように0たす0たす小文字 N、0たす0たす小文字 N になりますよね。で、こっち側っていうのは PUV と N の内積っていうのはそれ、M、そしてこっちも M っていう風に置いてました。これは、左側定義ですね。だから N イコール、M イコール小文字の M、そして N イコール小文字の N っていう風になるので、だからクリストフェルの記号でこういう風に置いたときに、この、N の方の係数っていうのはそれぞれ第二基本量になるってことです。はい。よろですかね。はい。ということで、クリストフェルの記号のこれっていうのは、こういう風に置けるって感じです。これもう一回復習しておくと、もうめっちゃしつこいかもしれないですけど、PU、PV、N っていうのが3次元のこの規定です。で、それらをそれぞれ変微分したときに、どういう風にこの係数っていうものが書けるかっていうのをこういう風に置いてきたものがクリストフェルの記号で、後ろの方っていうのは第二基本量で表せるってことでしたね。じゃあ次に、この6個のクリストフェルの記号、これ、こいつらですね。こいつらがどういう風になってるのかっていうのをちょっと以下、3つの補題で調べていきたいと思います。はい。で、それがこの補題 UU って書いてるやつですね。まず以下が成り立ちます。この P、これですね。P、まあ、いや、はい、やっていきますね。はい、2分の1、EU イコール、これ倍の E 足すこれ倍の、F。そして、FU 引く、2分の1 EV イコール、これ倍の F 足すこれ倍の G が成り立つってことが、わかります。この、EU って何かというと、第一基本量 E を U で変微分したものですね。F も同じです。第一基本量 F を U で変微分したものって感じです。これも全部同じですね。添え字、下に添え字がついてるものっていうのは全部それ微分したものです。それで変微分したものを何にしてるのかっていうのを書いてるって感じです。はい。で、これ、なんでこういうふうなことが成り立つかというと、クリストフェルの記号の第一式、これ、この式ですね。この式の一番目をただ抜き出してきてるだけです。このクリストフェルの記号の第一式である PUU イコールこれですね。これの両辺を PU で内積取ります。もうずっと同じことしかやってないんですけどね。このクリストフェルの記号の式に何かしらで内積をずっと取り続けて、なんか関係式をいっぱい、洗い出していくっていう感じなんですけど、このクリストフェルの記号の第一式、これを PU で、内積取ってみます。内積取ってみるとこんな感じになります。これ PU っていうのを書いただけですね。こういうふうに書いてあげると、PU と PU の内積はE です。そして PV と PU の内積は F です。そして N と PU の内積っていうのはこれまだ何も書いてないですけど、こういう風になりますね。これそれぞれ第一基本量の定義です。だから、このクリストフェルの記号の第一式のこれに、PU で内積を取ると、PUU と PU の内積倍、イコール、クリストフェル期の記号のガンマ UUU の E 足す、ガンマ V の UUF 足す、L 倍の N と PU の内積っていう風なことがわかります。ただ、この P、N と PU、これは内積これ直行してるんで、だから、N と PU の内積はこれ0ですね。だから、ここ0になりますので、もうちょっとまとめると、PUU と PU の内積っていうのはこういう風になります。はい。OK ですね。で、まあ一方でですね、この E っていうのは、これ PU と PU の内積っていう風に定義してるわけなんですけど、これをですね、U で変微分してみます。これ U で変微分してみると、E の U イコール、微分そのまま足すそのまま微分ですよね。これ積の微分の定義。定義じゃないよ。積の微分の法則ですかね。ライプニッツルールです。そうすると、PUU と、PU の内積足す PU と PUU の内積ですね。これで内積はこれ、加加になるので、2倍の PUU、PU っていう風になります。だから、EU イコール2倍の PUU と PU の内積っていうことなので、これ2分の1で割ってあげると、PUU と PU のこの内積って何かというと、2分の 1EU になりますね。はい、いいですかね。PUU と PU の内積っていうのは2分の1の PU、EU になります。
はい。で、これをですね、この式に代入します。この PUU と PU のこの内積っていうのは何だったかというと、これは2分の1の EU ということなので、これ代入してあげると、2分の1 EU イコール、これ倍の E 足すこれ倍の F っていう風になって、これが最初の主張が言えます。これ最初の主張って何かというと、示したいことのこれですね。これが得たって感じです。はい。で、次にですね、クリストフェルの記号のこの第一式のこれに、さっきは PU で内積を取ったんですけど、今度は PV で内積を取ってみます。PV で内積を取ってみると、これ内積、これ取ってだけですね。これ取ってみると、ここも同じようにですね、この N と PV っていうところ、ここはですね、直行してるので、これ0になりますね。で、PU と PV の内積は E、あ、え、F っていう、F が読めなかった。F っていう風に置いて、そして PV と PV の内積っていうのは G っていう風に置いてました。だからこれイコール、これになりますね。で、またですね、PU と PU のこの内積を V で変微分したものと、PU と PV の内積を U で変微分したものをちょっと計算してみると、これまた積の微分で、PUV かける、かけるって言っちゃう。PUV と PU の内積足す、PU と PUV の、内積になりますね。で、これ同じものなので、またこれ、2倍されて、2倍の PUV と PV の内積っていう風になります。で、こっちもですね、PU と PV のこの内積を U で変微分したものっていうのは、微分そのまま足すそのまま微分で、PUUPV 足す PUPUV っていう風になりますね。はい。なので、この最後のこの式ですね。最後のこの式をちょっと、なんていうかな。これイコール、これ引く、これっていう風に変形してみると、ここです。これただ移行しただけですね。PUU、PV イコール、PU と PV の内積を U で変微分したものを引く PU、PUV になりますね。はい。で、この PU と PUV のこの内積っていうのは、実はこれここで計算してるんですね。これ2分の1の、PUPU の V で変微分です。だからこれこの式ですね。この式この式っていうのをここに代入してあげると PUPVU 引く2分の1の PUPUV っていう風になります。はい。で、PU と PV のこの内積っていうのは、F でしたよね。これ F っていう風に第一基本量に置いています。なので、FU 引く2分の 1EV っていうことが分かりました。なので、これ、PUUPV っていうのは何か、ここで出てきてるやつですね。だから、ここにさっきのこれを代入してあげます。そうすると、ここにこれイコールこれっていう風になって、これが分かったって感じですね。だから、FU 引く2分の 1EV 引く、これ倍の F 足すこれ倍の G っていうことが分かったって感じです。だから、示したいことこれでしたね。これが補題です。だから、結局この2つが分かったって感じです。はい。ってことを同じようにですね、あと2回、同じようなことをやります。まず、補題 P、UV っていう、こういうようなものを示したいっていうのと、ちょっと遡って、もうちょっと行くと、P、補題 VV ですね。これっていうものを、ちょっと示していきたいと思います。はい。まず、補題 UV ですね。まあ、同じことをやっていってるだけなんですけどね。はい。まず、以下、こういったことが成り立ちます。まあ、どういう関係式が成り立つのかっていうのを、計算してみます。で、これはですね、クリストフェルの記号の第2式、これですね。これに、PU で内積を取ったら、これが分かって、で、この辺でやってますけどね、PV で内積を取ると、この下の方が分かります。まあ、順番にやっていきます。クリストフェルの記号の第2式の PUV イコール、これ倍の PU 足す、これ倍の PV 足す、M 倍の、N っていうこの式に、PU で内積を取ります。PU で内積を取ると、また同じようにですね、ここ PU 内積を取ってあげると E になって、ここ内積を取ると F になって、で、PU と N っていうのは直行してるので、これ0になりますよね。なので、これイコール、これ倍の E 足す、これ倍の F 足す0っていう風になります。まあ、0いらないですけどね。はい。っていう風になるんですけど、PU と PU を、内積取ったもの、これを V で、変微分してみると、また同じ、もう同じことばっかりしかやってますけど、微分そのままとそのまま微分で、こういう風になりますね。で、これは、同じものなので、内積これ過干なのでね。だから、2倍の、PUV と PU っていう風になります。はい。で、PU と PU のこの内積っていうのは E ですよね。第一基本量 E っていう風に置いていたので、EV イコール2倍の PUVPU っていう風になります。はい。で、これ2で割ってあげると、2分の1 EV イコール PUVPU。これ読みづらいな。これになりますね。
はい。なので、PUV、PU って書いてある、ここですね。ここに、代入してみます。ここに、2分の1 EV を代入してあげると、2分の1 EV イコール、これ倍の E たす、これ倍の F ってなって、これが、求めたいものの第一式ですね。これが言えたって感じです。はい。で、同じようにですね、このクリストフェルの記号のこの第二式、これに、今度は PV で、内積を取ってみます。PV で内積を取ってみると、これ U になってるけど、すいません。これ V ね。ここ、ちょっと間違ってますね。これ、V で内積を取るので、これ V なんですけど、V で内積を取ってあげると、それぞれここっていうのは、PU と PV の内積で F、そして PV と PV の内積で G、そして N っていうのは直交してるので0になりますね。だからこういう風になります。ここ E、PUV の PV ね。これ V ですけど、VV イコール、これ倍の E 足す、これ倍の G になります。なるんですけど、ですね、この PV と PV の、内積、これを、U で変微分したものを計算してみると、また同じですね。微分そのままだとそのまま微分で、こういう式になって、で、これ2倍、同じものだから2倍になりますね。で、これ2で割ってあげると、2分の1の、GU イコール、P 倍の、PUV、PV ってなりますね。で、ここ PV と PV のこれ内積、これ G なんでね。だからこういう風になります。だから PUV、PV っていうところ、ここですね。これ G。V でしたけど、この中にこれ代入してあげると、2分の 1GU 倍のこれになりますね。だから、2番目のこの式も言えたって感じです。はい。良いですね。で、じゃあなんかもうずっと眠いこういう計算ばっかりやってるんですけど、次ですね。補題 VV も、こういうことが成り立ちます。これも同じようにですね。クリストフェルの記号の第3式ですね。第3式に、PU で内積を取ったもの、それから、PV で内積を取ったものを、考えてあげると、で、計算してあげると、こういうことが成り立つっていうことがわかります。これちょっと順番にやっていきます。クリストフェルの記号の第3式、これに PU で内積を取ってあげると、もう同じことばっかりやってますね。PUU と PV の、PU の内積っていうのは、ここ E になって、ここ F になって直交してるのこれ0になりますね。だから、こういうことがわかります。はい。ただ、ですね、PV と PU の内積を V で変微分したもの、それから PV と PV で、の内積、これを U で変微分したものっていうのをちょっと計算してあげると、これ微分そのままたすそのまま微分でこういう風になりますね。下の方もこういう風になります。で、ここ同じものなので2倍の PVUPV になりますね。で、これ整理してあげると、これ最初の式ですね。最初の式をちょっと整理してあげると、これイコール、これ、これ引く、これっていうことを考えると、これになりますね。これただ最初の式を移行しただけなんですけど、PVB、PVV、PU イコール、PV、PU の内積を V で変微分したものを引く、PV、PUV になりますね。はい。で、PU、PV、PUV っていう、これっていうのは、ここで計算してますね。これイコール、2分の1、これになります。だから、そのまま代入してあげると、こうなりますね。はい。PV、PU、ここは名前やってないですけど、PV、PUV、引く2分の1、PV、PVU ですね。はい。で、PV と PU のこの内積っていうのは、第一基本量 F です。で、PV と PV のこの内積っていうのは、これ G です。第一基本量ですね。だから、PVV、PU イコール、FV、引く2分の 1GU っていう風になるので、この PVV、PU ですね。これ、ここに書いてます。これね。これ、ここに代入してあげると、これね。これをこのまま、これです。これをこのまま代入してあげると、FV 引く2分の 1GU イコールこれっていう風になって、これが最初の主張ですね。で、さらにですね、クリストフェルの記号の第3式、これに、今 PU で内積を取りましたけど、今度は PV で内積を取ってあげます。PV で内積を取ってあげると、同じですね。もうずっと同じです。ここと、PV 内積を取ると F。で、PV と PV で内積を取ると G になって、ここ0になりますね。だからこれになりますが、一方でですね、PV と PV のこの内積を V で変微分したものを考えると、微分そのままとそのまま微分で、これ同じものですね。VV を V で変微分してるんで、同じです。はい。なので、2倍の、PVV、PV になって、で、これ2で割ってあげると、2分の 1GV 引く PVV と PV になりますね。ここ V と V で変微分しているものの内積取ってると、これは G です。第一基本量ね。はい。なので、これをですね、ここに、代入してあげます。そういう風にすると、2分の 1GV イコール、これ倍の F 足す、これ倍の G ということで、この、補題 VV のこっちも言えたって感じですね。だから合計6個、補題 UUU、補題 UU、補題 UV、補題 VV で6個の関係式が手に入って、そこからですね、実はこういったことが言えます。K2 ですね。6個のクリストフェルの記号、ガンマ、IJK は第一基本量とその微分までで表せる。
つまり第二基本量に依存しないってことが、わかります。だからクリストフェルの記号ですね。3次元の規定を作って、で、それらを変微分したものを、係数書いたものですね。その手前のその6個は第二基本量に依存しないってことが実はわかります。で、これなんでかというと、さっきのこの、3つですね。補題 UUU と補題 UV と補題 VV の結果、これを、もう一回書いてあげるとこういう風になりますね。6個の関係式を書くとこういう風になってます。で、これをですね、行列で書くとこうなるんですよ。これ照らし合わせていくと、これ6個関係式ありますよね。6個関係式がある中で、これをですねこういう風に書くことができるんです。これ E 倍のこれと F 倍のこれっていうのはちゃんと2分の1これっていう風になってるんですね。これはこの式ですね。最初のこの式っていうのはこの左上のところに、なってます。 E 倍のこれプラス F 倍のこれっていうのは2分の1の EU っていう風になってます。他も全部、同じようにしていってるだけですね。実はこういったところのこの6個のものっていうのは全部これ行列で書くとこういう風に一つにまとめることができます。で、これにですね、左から、EFFG の、インバース、逆行列ですね。これをかけてあげると、このクリストフェル、左辺っていうのはこのクリストフェルの記号のこの6個だけが残って、右辺っていうのは EFG もしくはその変微分だけで、だけが残りますよね。はい。なので、この主張が言えたって感じです。第二基本量には依存しない。第一基本量とその微分までで表せる。具体的にどういう風に書けるのかっていうのは、これ行列をちゃんとチェックしてあげれば、わかりますけどね。わかりますけど、少なくとも言えることっていうのは、この左辺に、第二基本量に該当するものっていうのは全く出てこないですよね。で、それがクリストフェルの記号のこの行列とイコールってことなので、だから、このクリストフェルの記号たちっていうのは、第二基本量に依存しないってことがわかるって感じです。はい。で、これ逆行列書けれるのか、逆行列存在するのかっていうことは、まあ、これ前回の動画の中でも使ったんですけどね、これを考えると、実はこの EG イコール F の2乗っていうのが、これ必ず線になるってことがわかるので、だから、この行列式がこれですよね。だから、このインバースっていうのは存在します。はい。前回の動画でもやりました。ガウス曲率とか平均曲率を導出するときも、やりました。はい。これを書ければ、まあ、とりあえず、わかるってことですね。はい。だからクリストフェルの記号は第一基本量のみに依存する。それと微分までで表せるということがとりあえず分かったって感じです。はい。で、ここまで準備すると実はもうガウスの脅威の定理ということが、証明できるんですね。はい。もう本当に計算しかやってないって思いません？本当に計算だけで出てくるんですけど、学部で習う大定理の中の一つが、もう実はもうこれで証明できる準備ができてるんですね。はい。それをちょっとやっていきたいと思います。はい。で、まあ、復習なんですけど、ガウス曲率っていうのはどういうふうに表せるかというと、こういうふうに表せます。前回の導出を見てください。まあ、こういうふうに表したものですね。まあ、もう、これを定義するまででも結構、うだうだ、なんかいろいろやんないといけなかったですけども、このガウス曲率っていうのは、結論だけ書くと、EG-F の2乗分の、LN-M の2乗っていうふうになってます。これだから、このガウス曲率っていうのは、これ、定義の式見てあげると、分子のところに、第二基本量ありますよね。だから普通は曲がり方みたいなものを司っているものなので、第二基本量によるに決まってるだろうっていうことですよね。第二基本量っていうのは3番目のベクトルを使ってるんで、外から、見ないとわからない情報ですよね。だけどこのガウス曲率っていうのは実は第一基本量とその微分のみで表せる。つまり第二基本量によらないっていうことがわかるんですよ。これ本当に脅威の定理、本当に脅威って感じですよね。曲がり方、ある種の曲がり方みたいなものを司っているものっていうのは、第二基本量によらない。外側の世界はいらないってことがわかるって感じです。はい、オープニングトークでも多分10分ぐらい使って言ってると思います。10分になってるかな？わかんない。ちょっと編集してないからまだわかんないけど、まあまあやっていきましょう。はい。で、どういうふうに証明するかというと、これも計算なんですよ。これも、計算していきますね。まあまずですね、この PUU と PV っていうもののこの内積を V で変微分したもの。これ、積の微分から微分そのままとそのまま微分ですよね。だから PUUV と PV の内積足す PU と、PVB の内積になりますよね。だから、ちょっとこれイコールっていうことを考えてあげると、PUV と PV の内積イコール、これ引く、これですよね。なので、これ引くこれというふうに書いてます。で、これをですね、ちょっと計算してみます。これもう嫌でしょう。これ何回も微分してるし、うざいなというふうに思うかもしれないですけど、この PUU と PV の内積を V で変微分したものと、PUU と PVV をこれ内積取ったもの、これを、ちょっと計算してみます。これ計算してみますっていうのは、PUU とか PVV っていうもの、これはクリストフェルの記号で書けるので、そのクリストフェルのこの記号のところをこれ代入していって計算するっていう意味ですね。まあ、ちょっとやっていきます。
はい、やっていきますよ。これ左辺、右辺をこれ書いただけです。PUU と PV の内積を V で偏微分したものを引く、PUU と PVV を、内積取ったもの、これを引くっていうものなんですけど、PUU っていうのはこれでしたよね。これはクリストフェルの記号の第一式です。PUU イコールこれ倍の PU 足すこれ倍の PV 足す L 倍の N ってことでした。それが何もしてません。PV と PV ですね。を、V で偏微分したものを考える、引くがこのここですね。この2段目に書いてますけど、PUU と PVV。PUU さっきやりましたね。PUU っていうのはこの第一式。クリストフェルの記号の第一式をこれ書いて、PVV っていうのはこうでしたよね。これはクリストフェルの記号の第3式です。これ倍の PU 足すこれ倍の PV 足す N 倍の N っていうふうに書けています。OK ですね。で、それを、同じようにこれ分配法則みたいな感じで、計算していきます。計算していくと、まずここですね。これ倍の PU と PV の内積を取ってるんですけど、PV と PU の内積、あ、逆だった。PU と PV の内積っていうのは、F でしたよね。これは第一基本量の定義です。F イコール PU と PV の内積っていう風に置いているんだから、これをこれ分配してあげると、まずここに F が出てきます。で、同じように PV と PV の内積っていうのは G でした。で、N と PV っていうのは直交してるってことだったので、ここの中身これ計算していった結果はこういう風になってます。良いですね。で、次に2段目のところ、これ実は2段目と3段目で分かれてますけど、ここですね。この部分をこれ計算します。これ3項と3項をこれかけてるのでめんどくさいなっていうふうに思うかもしれないですけど、これもやります。やりますよ。はい、やっていくんですけど、まずここと、ここですね。ここを計算していくと、PU と PU の内積っていうのは E でしたね。で、PU と PV の内積っていうのは F でした。で、N と PU の、内積、これは直交してるところから0になります。で、ここに今、ガンマ VV の U っていうのがあるんで、これガンマ VV の U っていうのをこれ残してあげると、こういう風になっています。で、同じように次は、ここの部分。今、ここかける、これですね。ここかける、ここのところっていうのをこれ今計算してるので、次はここです。ここかける、ここを計算します。でも同じように PV と PU の内積っていうのは F。PV と PV の内積っていうのは G。そして PV と N っていうのは直交しているところから内積は0になりますので、こういう風になってます。で、この係数は、ガンマの VV の V っていう風に書いてるので、これはこういう風になってます。はい。いいですね。で、次に N とこっち側の内積を取っていくんですけど、N っていうのは PU と PV には直交してるので、これは0たす0ですね。手前の第1項、第2項っていうのは0、0になります。で、N っていうのは正規化してるので、これ内積は1です。なので、N と N の内積は1になるので、N と V、N、違う、L と N が残って、こういう風になるって感じです。OK ですね。だから意外と0のところがいっぱい、出てくるって感じですね。で、0のところを抜かすと、この最後の式が出てきます。いうですね。まとめると今、これを計算したんですけど、これってもともと何だったかというと、こういったものを計算するっていう感じでした。PUUV と PV っていうもの、これをですね、内積取ったものっていうのは、こういうふうな、何にも綺麗になってねえだろうっていうふうに思うかもしれないですけど、とりあえずこういうふうになりました。はい。で、ここで、この LN 以外のところを X っていうふうに置きます。だからこの部分ですね。なんとか倍の E 足す、なんとか倍の、G 足すの、なんちゃらなんちゃらなんちゃら、引く LN っていうふうになってますけど、この引く LN 以外のところですね。それを X っていうふうに置いておきます。そうすると、K2 でありましたけど、クリストフェルの記号っていうのは第一基本量とその微分で、までで表せるってことが、言えてましたよね。だから X っていうのはこれ第二基本量によらないんです。これクリストフェルの、これ X っていうのはこれクリストフェルの記号と、EFG っていうもの、第一基本量しか出てきてないですよね。だからこの X っていうのは、第一基本量およびその微分までで表されているような何かしらの量ですね。だから第二基本量によらないんですよ。第二基本量によらないです。だからまとめると、PUUV と PV のこの内積っていうのは X-LN ですよね。このいいですか？これ、もともとこれを計算してたんですよ。もともとこれを計算してて、もともとこれを計算してて、なんかうだうだこれ計算していってみると、こういう風になってて、この手前のなんか長ったらしいところを X っていう風に置いてたので、PUV と、PV の内積っていうのは X-LN っていう風になっていて、で、X っていうのは第二基本量によらないっていうことでした。だからこの、第二基本量によるのは、-LN のところ、ここだけです。はい、ようですね。で、一方で、何が一方でやねんって思うかもしれないですけど、一方でですね、この、一方でってここね、
どこにかかってるかというと、まずこういったものを考えてこれを計算するっていうことをやってたんですけど、一方でですね、この U と V のこの組み合わせをちょっと変更させて、PUV と PV の内積を U で変微分したものを考えます。これ微分そのままとそのまま微分で、PUVU と PV の内積足す PUV と PVU の内積っていう風になっていて、で、これイコール、これ引く、これっていう方にちょっと移行させていって、また同じようにですね、この部分をちょっと計算してみます。よりですね、この PUVUPV っていうところ、これがこういう風になってて、これをですね、また以下計算してみます。これクリストファリーの記号をこれ代入していって計算するってことですね。はい。で、また、これはちょっと、この式書いてるだけですね。この式を、ここに書いてるだけですけど、PUV っていうのは、これでしたよね。これはクリストファリーの記号の第2式です。これ倍の PU 足す、これ倍の PV 足す、M 倍の N に、PV の内積取って、それを U で変微分と、PUV と PVU っていうことなんですけど、これはですね、P っていうのはこれ C2 級なので、C3 級、まあどっちでもいいですけど、C2 級なので、だから、これ変微分の順番を入れ替えて良いわけなので、これ同じものですよね。はい。なので、同じもので、で、これ、クリストフェルの記号の第2式を、それぞれここに代入してるって感じです。これ、同じです。ここ、いいですかね。これと、これね。これと、これは同じ式です。で、これ倍の PU 足す、これ倍の PV 足す、N 倍の N と、これ倍の PU 足す、これ倍の PV 足す、N 倍の N、これ同じもので、また同じようにですね、分配法則を使って計算していきます。そうすると、PV と PU の内積は F。そして PV と PV の内積は G。そして N と PV というのは直交しているので0です。そして、次、下のところですね。ここのところもこれまた計算していくと、まず、これ。これ倍の、この3つをそれぞれ、計算していくと、PU と PU は、内積取ると E。そして PU と PV の内積が取ると F。そして、PU と N。これは直交していることから内積を取ると、これは0になりますね。はい。で、同じようにですね、今度はこっち側も同じようにこれ計算していきます。PV と PU のこれ内積取ると F になります。で、PV と PV の内積取ると G になって、で、N と PV っていうのはこれ直交してるので、これ0になってますね。で、また、もう同じことばっかりやってますけど、N っていうのは、PU、PV と直交してるので、これ0足す0の N と N をこれ内積取ると正規化するところからこれ1になって、M の2乗が出てきますね。はい。で、結構いろんなところが0になっていて、0って書いてるところを全部これ、抜かしてあげると、こういう式が出てくるって感じです。はい。なので、この引く m の2乗っていうところ以外のところを、y っていう風に今度置いてきます。これなんとか引く、m の2乗っていう風に書いてある、この最初のなんとかのところを、y っていう風に置いてあげると、これ見てあげると、これも第一基本量と、クリストフェルの記号しか出てきてないですよね。はい。なので、こいつらもですね、第一基本量及びその微分までで表せるってことが、わかりましたよね。これクリストフェルの記号、これさっきも言いましたけど、クリストフェルの記号たちっていうのは、第一基本量及びそれらの微分までで表せるってことなので、第二基本量によらないんですね。なので、この長ったらしいところ、これ Y って置いてるのでまとめると、これ、こいつらですね。で、これっていうのはこれでしたので。だから PUVU と PV のこの内積っていうものをこれ計算するとこういう風になっていて、最初のこの長ったらしいところ Y って置いてたので、こういうことが分かったって感じです。ようですね。なので、y っていうところは第一基本量によらない。あ、第二基本量によらない。で、第二基本量によるのは m の2乗っていうところだけです。で、ここまでの、2回計算しましたけど、これもう1回書いてあげると、PUUV と PV の内積っていうのは x-ln。そして PUVU と PV の内積っていうのは、y-m の2乗っていうことでしたよね。で、この今局面っていうのはこれ C2 級 C3 級。っていう風に、仮定しているので、だからこれ変微分の順番入れ替えられるので UUP、UUV と PUVU っていうのは同じです。だからここのところってこれ同じなんですね。なので結局ですね、この計算したさっき計算したこの2つっていうのは同じものなんですよ。だから x-ln イコール y-m の2乗ってことが分かりました。だからこれ整理してあげると ln の、ln-m の2乗っていうところはx-y っていう風に表せたってことですね。OK ですか？だからこの ln-m の2乗って、これもちろん第二基本量ですよ。これ lmn っていうのは第二基本量という風に置いていたわけなんですけど、
それで表せてるこの式っていうのは x-y っていうことでした。で x-y ってこれ x も y もどっちとも第二基本量によらないっていうことでしたよね。だから確かにこの LMN っていうのは第二基本量なんですけど、こういう風に組み合わせると実はこれ第二基本量のところは全部キャンセルされて第一基本量およびその微分だけで表せるようなものになっちゃうってことなんですね。これすごいですよね。はい。だから、で、今、口頭で言ったことをここに書いています。この2行ぐらいで書いてますけど、ln-m の2乗っていうところ、ここは実は第一基本量およびその微分までで表せるんですよ。で、ガウス極率の定義の式っていうのはこれでしたよね。eg-f の2乗分の ln-m の2乗っていうことだったんですけど、実はこれっていうのは x-y っていうことで表せて、この左辺見てください。これ第一基本量何にも出てきてない、第二基本量何にも出てきてないですよね。x と y っていうのは第二基本量によらないわけです。で、この分母のところはもちろん第一基本量しか、ないので、だから、k っていうもともと定義で使うときには第二基本量を使っていたのに、なんかうだうだこれ計算してみると、第二基本量いらなかったっていうことなんですね。はい。だから、このガウス極率っていうのは、第一基本量 eg、efg と、およびその微分までで表せる。つまり第二基本量によらないってことが言えたって感じです。はい。なんかすっごく、もう計算しかやってない感じがすると思うんですけど、なんかもうこれだけで、ってなるような、ちょっと驚くような結果が出てくるってことなんですね。はい。なんかもうちょっと、ね、なんか語った方が良いのかもしれないですけど、まあそれはオープニングトークで多分言ってると思うので、とりあえず証明はこんな感じになったって感じです。はい。まあこの後は、そうね、微分幾何の動画はどこまでやろうかなと思ってるんですけど、ガウスボンデの定理ぐらいまではちょっとやりたいんですけどね。でもガウスボンデの定理までは結構長いです。まだあと4回ぐらい、曲線曲面論の動画出さないといけないような気がしているので、まあまあまあ、気長に待ってくださいって感じです。はい。お疲れ様でした。はい、ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。